紹介クラシックス。今はもう獲得できなくなってしまった個人的殿堂オイルの監督をご紹介するこのシリーズ。今回ご紹介するのはエドゥアルド・セレソ。このチャンネル初の4トップの監督のご紹介となります。この形でポゼッションショートパス、そしてハイラインハイプレスというかなり希少な構成。スカッドはこんな感じで、サプライズ招集はこの人ジエゴ・コスタ。この構成まるで野獣のような男です。今回はスパサブ的に後半から投入して獲物をかっさらってもらいました。このスカッドのコンセプトはまさに圧。最初から前線に居座る4人を中心とした展開が速い。細かなパスワークとボールを奪われたらすぐに奪い返すハイラインハイプレス、ポゼッションハイプレスの極みみたいな戦術構成となります。攻撃の戦術構成はこちら。前線4枚配置ということで、ゴール前に独特な人だかりができます。他のシステムにはない圧倒的な火力を実現します。今回はバイエルン・アイコニックのこの2人をこの位置で起用。ワンタ持ち、チェーサーベルナーも加わり、繋いで崩す。奪われても前線からガンガンプレス。さらに守備の戦術構成はこちらで、前線の4枚から始まるハイプレス。特に相手がサイドからビルドアップしてくる場合は、この両サイドのトップの選手が相手にとって脅威となります。前線できっちりプレッシャーをかけて縦パスを出させて、このエリアでボールを奪うというのが基本的な守備の狙いになります。ここを崩されたら無理をせず自陣での守備に切り替えて対応した方がいいです。そしてラインが高いのでラケアは必須です。4トップでポゼッション、そしてハイラインハイプレスというとても希少な構成で、この監督でしかできない相手をアッスルフットボールが病みつきになります。持っていない人がちょっと残念ですが、持っている人はめちゃくちゃラッキー。もし監督ボックスに眠っているなら引っ張り出して使ってみてください。エキサイティングなゴールの奪い合いをぜひ楽しんでください。ご視聴ありがとうございました。